何年か前、カナダから来た交換留学生と、ペットの写真の見せ合いをしたら、なぜか、カナダのペットが三毛猫だった。ちなみに私はロシアンブルー。お互いになぜ日本猫？なんでロシア？とびっくりし合った。向こうは、日本猫は模様が独特で上品で、尻尾も短くて美しい。と熱く語られた。私は、単に見た目が可愛いからロシアンブルー飼ってると答えた。またびっくりされた。少なくとも、カナダ人は、日本人イコールロシア嫌いと思ってるだし。うち、アメショ。で、アメリカ人に。やっぱり、日本人は、アメリカのものが好きなんだな。って言われた。動物の原産地なんて気にしねえよな。つか、やっぱりって、どこまで自信満々なんだろうな。いいけど。でも、本当に、日本猫は、外国で人気あるらしい。なんか、短い尻尾が珍しいんだってさ。あ、これについて言ってたのはフランス人ね。フランスで初めて日本猫輸入したら、尻尾を見たら虐待されたと思って通報された話は知ってる。日本猫だけなんだよね。尻尾丸いの。ジャパニーズボブテイルって名前だっけ？日本以外に存在しないって知らなかった。最近の日本も、単尾の猫ってめっきり少なくなったよね。